皆さんこんにちは。今回もご視聴どうもありがとうございます。今回は前回の動画の続きです。前回の動画ではアバンテ2001のカムロックホイールですね、こちらの補修を行いました。今回もアバンテ2001なんですけど、この車体ですね、映像だとかなり綺麗に見えてるんですけど、実際はですねデカールがかなりボロいんですね。このデカールは当時物なのでもう30年以上経ってるんですね。なのでデカールの至るところがこう映像のようにですね、もう縁の方なんか浮いちゃってるんですよ。なのでデカールを張り替えたいんですけど、純正のアバンテ2001のデカールってもう手に入らないんですよね。映像のこの赤いアバンテ2001なんですけど、こちらの車体のデカールは実は社外品のデカールなんですね。このボディは今から30年ぐらい前に当時購入したもので、実家で約30年ぐらい放置されてもう色あせてボロボロだったんですね。そのボロボロのボディを洗ってデカールを全部剥がしてコンパウンドで磨いて、それでもかなり傷だらけなんですけど、そのボロボロのボディにこちらの社外品のデカールを貼り付けたものがこの赤いアバンテのボディなんですね。つまり何が言いたいかというと、社外品のデカールは今でも購入できるので社外品に全て貼り替えるという選択肢もあるんですけど、微妙に色合いとかデザインが異なるので、今回は貼り替えるのではなくてこの残った当時物の純正デカールを活かしていきたいと思います。じゃあ一体何をするのかというと、結構単純なことです。一言で言うとゴミを再利用します。デカールの余白の透明の部分を使ってほつれた部分を埋めていきたいと思います。ゴミを再利用して綺麗に仕上がりました。次はこちらですね、同時進行でレストア中の当時物のバンキッシュ、こちらも見ての通り割れちゃってるんですよね。私はひびを直す技術はないので、この裏側からですねデカールを貼ってこれ以上ひびが進行しないように補強したいと思います。補強の内容は至って簡単で、先ほどのように透明なデカールを貼ってもいいんですけど、今回はこちらのデカールを使いたいと思います。これはですねイグレスのブラックエディションのリアウィングのデカールですね。これは使う予定がないので貼ってしまいたいと思います。ウィングの大きさに合わせてカットするんですが、バンキッシュのリアウィングってちっちゃいんですね。とはいえ使う予定のないデカールなので容赦なく左右をカットしました。結構ちょうどいいサイズですね。これでリアウィングの裏側を覆ってしまいましょう。はい、完成しました。完成といってもデカール貼っただけなんですけどね、こんな感じですね。これでリアウィングのひびが伝染してしまうのを多少防ぐことができるでしょう。あと気のせいなのかもしれないんですけど、このバンキッシュのポリカーボネートなんですけど、なんか薄っぺらい感じするんですよね。結構ふにゃふにゃで柔らかいので、最近のポリカーボネートとはちょっと材質が異なるのかもしれないですね。はい、というわけで今回の動画は以上になります。まだまだ直したいラジコンがいっぱいありますので、ちょこちょこ直してちょこちょこ走らせて動画をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そう、そういえばショックを変えてからまだ BBX も走らせていないので、こちらもですね走行動画やっていきたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。